大崎ウエストシティタワーズは東京都品川区大崎2丁目で行われた町に開かれた広場を持つ環境配慮型再開発で整備された施設群。工場に隣接し老朽化した木造住宅、重症併用施設が密集していた地域を都市再生特別地区に認定された大崎駅西口中地区第一種市街地再開発事業をよって 住宅をメインとする再開発が行われ、4層の低層住宅棟、38層、39層の高層住宅棟、7層の業務棟が建てられた。事業費は約496億円。建物は同様に再開発で誕生したセンクパークや大崎入室などとデッキでつながり、大崎駅南口に直結している。 敷地内の空地は一般に開放された散歩道、緑地、広場となっており、それらに面子店舗が立地する。ツインタワーの高層住宅棟は E 棟、W 棟の2棟からなり、大棟斜め45度にずらして配置して、見合いを防いでいる。駅側からのオフィスとの調和を考え、生活感をできるだけ出さないように、ミニマムバルコニーとガラスカーテンウォールを用いた。駐車場。 1>, 1階にエントランス、ラウンジ、店舗、2階から4階にゲストルーム、プライベートガーデン、保育園、オフィスなどを設け、5階以上を10個とした。上層階にはメゾネット10個が24個用意された。駅までデッキを歩いて3分であることから、山手ダイレクトをキャッチコピーとして売り出され、価格は 1LDK タイプが4000万円台、2LDK タイプが6000万円台。 3LDK タイプが9000万円台だった。高層住宅棟との調和を考慮し、外観にテラコッタルーバーを用いて暖かみを付加した。百端通り沿いに賑わいを醸し出す装置として、教室、趣味室、温室、リビングの延長などオープンな機能に利用されることを想定し、アルファールーム付きの重工を設けた。ありがとうございます。